エアインディアエクスプレス1344便着陸失敗事故は2020年8月7日にインドで発生した航空事故であるドバイ国際空港からカリカット国際空港へ向かっていたエアインディアエクスプレス1344便が滑走路10への着陸時に滑走路をオーバーランし30から35フィートの高低差がある滑走路先の斜面を滑落した事故により 機長と副操縦士、乗客19人が死亡し、152人が負傷した。事故機のボーイング737から 8HG は、製造番号36,323、ライン番号2108として2006年に製造され、同年11月に初飛行を行っていた。同期の尾翼には、 インドモンが描かれており、インディアゲートという愛称が付けられていた。1344便には10人の子供を含む乗客184人と2人のパイロットを含む乗員6人が搭乗していた。事故によりパイロット2人と乗客19人が死亡し、152人が負傷した。8月14日時点で92人が退院している。 機長は元インド空軍のテストパイロットの男性であった。ボーイング737での総飛行時間は1万時間以上で、機長としては6662時間の経験があった。また、カリカット国際空港への着陸経験は少なくとも27回あり、うち2020年では10回の経験があった。一方、副操縦士は機長の資格も持つ男性だった。 カリカット国際空港へ着陸するエアインディアエクスプレス機カリカット国際空港はインドのケイララ州コーリコードの空港で2011年の民海航空総局のデータでは国内で最も危険な空港の一つと分類されていたそのためカリカット国際空港はクリティカルエアフィールドに指定されており離着陸を必ず機長が行わなければならないという制限が 付けられていた。民間航空省の安全諮問委員会のメンバーであるモーハン・ラングナトン機長はカリカット国際空港を安全ではないと評価し、雨天時の使用を取りやめることを推奨した。また、同空港の滑走路がテーブルトップ滑走路であることと、滑走路安全区域が不十分であることを指摘した。レーザーの水上距離は240メートルだが、 カリカット国際空港では90メートルの長さしかなかった。2019年7月、民海航空総局はカリカット国際空港に複数の問題があることを確認し、改善を求めた。この問題には滑走路上の亀裂、ゴムの細かい破片の堆積、水はけの悪さなどが含まれていた。これを受けて多くの航空会社は、 カリカット国際空港への大型機運航を取りやめていた。アトック10時15分、1344便はドバイ国際空港の滑走路 30R を離陸した。同期はアラブ首長国連邦在留のインド国民を国内へ避難させるバンデバーラと作戦の一環として運航されており、14時10分にカリカット国際空港へ到着する予定だった。 1344便はほぼ帝国通りにカリカットまで飛行した。しかし追い風のため滑走路28への侵入は2度中止された。モンスーンと大雨により指定は2000メートルまで低下していた。滑走路28への侵入では滑走路を視認できなかったため、パイロットは滑走路10への着陸を要求し、管制官はこれを承認した。 1344便は9380フィートの滑走路のおよそ3300フィート地点に着陸した。ボーイング737から800の着陸時の速度は通常130から150ノットであるが、1344便は高度450フィートの時点で176ノットの速度が出ていた。機体は滑走路内で停止せず、 30から35フィートの高低差がある斜面を滑落し、機体は分解した。事故後に火災は発生しなかった。一部ではパイロットがオーバーランする前にエンジンを停止させたと報道されている。民間航空総局と航空機事故調査局が事故調査を開始した。コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーは事故の翌日にどちらも回収され、分析のためデリーに送られた。 また、製造元のボーイングが、機体に欠陥がなかったか調査するために現地にチームを派遣すると見られている。アイブは、空港当局や管制官、救助隊などの支援を受けて、調査を行っている。調査から、事故当時、滑走路に水たまりがあった可能性が判明した。8月13日、アイブは新たに別の調査チームを設立した。 チームはボーイング 737NG シリーズの下、検査官である SS チャーハールを含む5人で構成される。初期調査から、事故当時に9ノットの追い風が吹いていたと判明した。1344便は、高度450フィート176ノットで飛行しており、これは悪天候下での最終進入として、理想的な速度ではなかった。スロットルは、最大出力位置にあり、 スポイラーは格納された状態だった。このことから、パイロットが着陸復興を試みていた可能性が示唆された。事故原因として、追い風やゴムの細かい破片の体積などが、ブレーキ性能に影響を与えた可能性が考えられている。8月8日、民間航空大臣のハルディープシンプリは、事故当時、機体には、ダイバー後に必要な燃料は残っていたと述べた。 ジャカのアルンクマールは事故原因がパイロットエラーである可能性を指摘した。また2010年に発生したエアインディアエクスプレス812便墜落事故との類似性が指摘されている。地元住民や警察と消防が現場に急行し救助活動を行った。救助活動には中央産業治安部隊や緊急対応部隊なども加わった。 生存者は3時間以内に全員救助され、負傷者は、コジコードの複数の病院に搬送された。内務大臣のアミットシャーは、国家災害対応部隊を現場に急行させ、救助活動を支援するよう指示した。コーチン、ムンバイ、デリーからインシデント対応チームとコーチームが現場に派遣され、エアインディアエクスプレスからも特別チームが派遣された。 生存者のうち2人が病院への搬送後、新型コロナウイルスに感染していると判明した。保健大臣は他の乗客などの検疫を行うよう要請した。事故の1週間後、救助活動に当たった警察官24人に陽性と診断された。ありがとうございます。